次が、一番近いところが、どこだっけ？ここ今いる、ずーっとまっすぐ行くと、ここだね！スターダストストリート、悪組のアジト、ここに行きましょう。じゃあまっすぐ、近づくことさえ、できないって？そんなことはできますよ。お、朝日が昇ってきてる、綺麗ですよ。後ろにコダックがめっちゃ見てるけど。吉高さん、学生さん、よろしくお願いします。学校の先生かと思った。くぬぎ玉とか久しぶり見た。対戦よろしくお願いします。よし、じゃあ行きますか。ホッピスリスリ、いけ。よし、麻痺になりまして、よしよし、いいよいいよ。ポッチンやばい、耐えて、ナイス。反動ダメージがいってる。噛みつく、いけ。よし、ナイス。突進またしてくる。突進やばいよな。反動ダメージもあるし。2体持ってるのか。よし、もう一丁。噛みつく。ゲッ！よし、ナイスー！くぬぎ玉ありがとう。次何出してくるかな。ナイス、豆パッタ。豆パッタは虫ポケモンだから、ゴロリでいきます。ひなこありがとう。よし、ゴロリ、頑張ろう。いけ、ゴロリー。よし、前パッタ虫ポケモンだった気がするから、多分炎タイプで大丈夫。よし、焼き尽くしていけ。よし、焼き尽くす。ナイス、効果は抜群です。コダクがいっぱいいるのが気になる。よし、タカさんの勝負に勝ちました。ナイス、パチ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 。みんな顔の横で拍手してくれる。大槍も激しい勢い。もう岩は転がってこないよ。大丈夫。よし、ありがとうございました。せっかくだからちょっとコダックと戦っておいで。ほい、いけいけー、ナイスー。何が起きたんだろうみたいな顔した。ごめんね、コダック。よしよしよし。わー、見て、めちゃめちゃ綺麗。朝日が、ほら、登ってきた。なんか、熱い戦いの後って感じがする。すごい。ちゃんとね、ゆっくり、こう、太陽が昇ってくるんだね、これ。めちゃめちゃ綺麗。お、看板がある。あ、これクレイもいる。この先は、セルクルタウン。この先は、カラフシティ。カラフルシティ？カラフシティか。なんか、あるね、登れるのかな、これ。ざざましい、キャッキャ。どうしたの、キャッキャって。なんか、普通の人と、文字の出るやつが違う。私のポケモン、技マシーンで強い技を覚えてるんだから。戦う人がめちゃくちゃいっぱいいる。綺麗なお姉さんや。アンナさん。配信よろしくお願いします。あ！この子ってさ、一番最初に言ったさ、豚さんの進化系かな。あ、ヒュートン。2体持ってるね。よし。突っ張れー！いけいけー！いいぞいいぞ。いけいけー！なんか当たるかな。もう一丁！いいよいいよ。もう一丁当たる！ナイスー！ 4 回も当たった。じゃれつく。うわー！マジかよ！じゃれつく強すぎ？ひなこー！ありがとうね。まさか瀕死になるとは。じゃあラムネちゃん出すか。ラムネ頑張ってー。じゃれつくってあんなに攻撃強いの？じゃあ私もじゃれついてやるよ。よしよし。ナイスー。よしよし。次何出してくる？ルクシオ。ルクシオってどんなやつだっけ？このままでいこう。わ、電気タイプや、ルクシオ。入れ替えないとやばい。ちょっと待って、ポケモンを。入れ替えたいから、せっかくだからウパーちゃん出すか。ウパーちゃん、よし、頑張ろう。ウパー、ちょっとレベルがしんどいかもしれないけど頑張ろうね、ウパー。え、氷の牙。思ったものと違う技が来た。マットショット、やばい。ウパー何もできないまま終わってしまった。ごめんね。
かわいそうなことをしてしまった。待って、ルクシオ強い、ルクシオが強いです。コロリ頑張ろう、焼き尽くす、いけー、よしよしよし、やばい、いろんな牙の技持ってる。もう一度焼き尽くす、いけー、よし、あー、さっきのピクニックのおじさんのとこで回復させないと。対戦ありがとうございました。よしよしよし、もっと強い技マシンを作らなくちゃ。そっか、技マシンマシンでできるんだっけ。雨降ってきた。おっと、ウッパーがヌオーに進化するぞ。早い、ヌオー可愛いから好き。ヌオーになった、おめでとう。ウッパーはヌオーに進化した。ヌオー、水をポケモン、のんびりした性格で気ままに泳いでいる。船底に頭をぶつけてる。可愛い。コレクレーの音がする。いた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 、コレクレー、しっかり音聞いてないとね。よし、じゃあ先に進みますか。そうだ、目的地に設定してなかった気がする。目的地に先に設定しとこう。ここね、設定、よし、次悪組ね。これでもさ、ここさ、下ってった先にありそうだよね。トレーナーがいますね。トレーナーさんが交換し、交流しようよ。交流はいいですよ。あ、ポケモンセンターがある。あ、その先になんか旗が立ってる。あそこかな、もしかして。割と近め。よし、対戦よろしくお願いします。雄大さん、このおじさん、髪の毛が金髪タイプと髪の毛が茶色タイプがいる。よし、きなこよろしく。かわいい。イーブイまだ捕まえてなかった気がする。どこにいるんだろう。いけ、ホップスリスリー、ナイスー。よしよし、いいよ。技が出にくくなりまして、欲しがる。え、かわいい。そんな、わっ、ビワンコがめっちゃ近づいてきたの、かわいかった今。よし、突っ張れ、いちいち。よしよし、いいよ、ナイス。覚えた、ノーマルタイプには格闘技っていうのを覚えました。今覚えた。よし、やったー、勝ちました。ポケモンセンターがあって、でもすぐにさ、もう目的地っぽいのが見えてる。割と近いのかな。コインを背負った、コレクレのこと、コインを背負った小さいポケモンを探してるの。さっきいたよ、岩の上に。音を聞いてたらね、わかる。クミちゃんよろしくね。ヒメグマ、かわいい。きなこ頑張ろう。かわいいポケモンめっちゃいいんだよな、好き。よし、ほっぺスリスリー。よし、これでマヒリーのりまして、ほっぺスリスリーから突っ張りが一番いいな。乱れ引っかき、当たらなかった、ナイスー。よし、じゃあ突っ張りで攻撃していきたいけど、攻撃力を下げてくる。突っ張り、よいしょ、もう一丁、以上、オッケー、ナイスー。ヒメグマありがとう。次は何出してくれるんだろう。ヒメグマ倒れた。次はカヌちゃん。カヌちゃんってなんだろう。入れ替えておこう、ちょっと怖い。何のポケモンかわからない。名前を書いてあっても何のポケモンかわからない症候群です。カヌちゃん、なんだろう。君誰？初めて見た、これ新ポケかな。何ポケモンかもわからん。つぶらな瞳、攻撃力を下げてくる。焼き尽くす。あ、効果抜群だ。何ポケモンだったんだろう。よしよしよし、クミさんと勝負に勝ちました。あのポケモンもきっとどっかにいるんだよね。探しても探しても見つからない。じーっと草むらを見る。見るより多分音を済ませた方がいいよ。なんか特殊な音がしてるから。よし、先に進もう。すごい。旗が立派や。まだでも先だよね。なんか地図的に。なんか若干見えてるような気もするけど、あの辺かな。
この辺はでもトレーナーさんがいない感じがする。うわ、見えてきた見えてきた。なんかなんだろう、城みたいな。ロト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 ロ、なんだろう、誰からだろう。カシオペアだ。スターダンのアジトが近いな。なんでさ、みんなさ、私が今どこにいるか知ってるの。ここまで来たということは協力してくれるっていうことかな。そうです、ありがとう。これであなたも同志、スターダスト大作戦を決行するメンバーだ。ちょっと待ってくれ。誰？誰？なあ、その話、俺にも噛ませてくれないか？誰だ？え、誰？俺はネルケ。ネルケ、いつから聞いていた？おいおい、警戒すんなって。俺はこいつの連れだ。だよな、やの。そうかな？誰？おいおい、相変わらずシャイなやつだよな。スターダンを相手にするんだ、これは遊びではないのだが。分かってるさ、俺もダンとはいろいろあるんだ。自分で言うのもなんだが、いい仕事するぜ。今はニャースの手も借りたい。あなたを同志として迎えよう。決まりだな。カシオペアさんだっけか？あんたは何者なんだ？何者なの？私、カシオペアは、スターダンの元を、関係者とだけ言っておく。そうか、詳しくは聞かないでおくぜ。それでは早速、スターダスト大作戦の説明だ。具体的に何をするんだ？平たく言ってしまえば、スターダンアジェットへ乗り込み、チームをまとめるボスたちを倒して、その座から降ろす。降ろす？引退させるっていうことか？ああ、スターダンは5つのチームがあり、それぞれがアジトを持っている。近くにゲートが見えるはずだ。さっきなんかでかい門みたいなやつあった。おお、でかいな。あれだな。その先はスターダンのアジソ。奥にはターゲットであるチームのボスがいるはずだ。なるほど。スターダンには掟がある。ボスは売られた喧嘩は必ず買わなければならない。そして買った喧嘩で負ければ、ボスを引退しなければならない。そうなんだ。そういう決まりがあるんだね。先ほど、カカアジトにアヤノンの名前で、宣戦布告しておいた。なんで宣戦布告なんてしてるの？つまり私たちはスターダンに喧嘩を売ったんだ。ボスを倒せば、そいつはボスを辞めると。ボスがいなくなったチームは、統率を失い自然消滅するだろう。ただし問題もある。アジトの中は広く侵入者を阻むポケモンがうようよしている。そうなんだ。ボスの元へたどり着くには、波のトレーナーでは難しい。だからこそアヤノンと手を組ませてもらった。アジト内のポケモンを倒し、僕じゃない。ボスを引きずり倒しておくれ。わかりました。まずはアジトに入らなければ、ゲート前の見張りを片付けてくれ。あんたはどうするんだ？先ほど言ったように、私は元関係者。表立って行動ができない。遠くからサポートさせてほしい。俺に何かできることは？すまないが、まだあなたを完全には信用できていない。アジト周辺の監視とアヤノのサポートを頼もう。慎重派は嫌いじゃないぜ。作戦が進んだら連絡する。それでは健闘を祈っている。はぁ。さてと頑張ってくれよ、アヤノ。校長？選択肢に校長って出てきてるけど、確かに顔が似てる気がする。校長？おっと、俺の正体についてはお口にジッパーで頼むぜ。今の俺はネルケ、そういうことにしておいてくれ。ってことは校長先生なんですね。え、ね、サポートしてくれるんじゃなかったの？ねえ、去っちゃったんだけど。ねえ、一人にしないでよ。どこ行ったんだよ、校長先生。よし、行くか。アジト着きました。来た。はいはい、ストップ。この先僕たち、スターダン悪組。通称チーム、セギンのアジトです。そうそう、違法侵入とか勘弁してほしいわけ。ごめんね、帰ってくれないなら追い返されないといけないんだよ。あれもしかしてだけど、あんたアヤノン？スターダンに喧嘩売って、指名手配中のやつだったり、指名手配になってるの？違います。指名手配中のやつほど違うって言うからね。あんたが何者でも変えんな。さもなくば、私に負けていきなよ。勝ちます。あ、生意気踏みにじって思い知らせてやる。
勝ちますよ。あやのは強いですから。変身どうしても星マークが出てきたとき変身って言いたくなっちゃう。闇カラス。よし、ゴロリ頑張ろう。よし、全然大丈夫。なんていうの、レベル的に10持ちがいけるぜ。ゴロリいいよいいよ。もう一度焼き尽くそう。黒いキレしても何も上がってないから大丈夫です。よしよし、焼き尽くす。いいよ、突破しました。1人目。何人ぐらいと戦うんだろう。下っ端さんありがとうございました。イエーイ。頭抱えてる。強くてさらに生意気。対戦ありがとう。あー悔しい。この子も戦うの。あとは先輩よろしく。じゃあお疲れま、お疲れ様でしたお疲れ様でしたって言いづらい。帰っちゃうの。帰ってった。あの子最近入ったんだけど、かなり態度が悪いんだよね。はぁ、あ、先輩も大変ですね。僕は今からアジトに帰って仲間に連絡するよ。みんな総動員で襲ってくるからさ、逃げるなりなんなり頑張ってね。お疲れ様でした。あれ戦うんじゃないの。逃げちゃった逃げちゃった。トトロトロトロト。カシオペアさん、見張りに対処できたか。対処できました。そこを根城にしているのはスター団悪組チームセギン。ボスのピーニャはスター団のまとめ役で BGM 担当でもある。 BGM 担当。頭が切れるピーニャは宣戦布告にも動じないはず。下っ端たちでこちらを消耗させてから襲ってくるだろうな。計算高いタイプには成功法で攻めるのがいい。ピーニャが現れるまで下っ端のポケモンたちをひたすら倒していくんだ。準備ができたらゴングを鳴らし大作戦開始。チームセギンに勝ち込んでくれ。準備ができたら多分大丈夫だと思うけど。来た、勝ち込みに行くか。ちゃんとなんかゴングがあるんだけどこれ勝ち込みないぞもしかして。あ、戦闘から3匹目までのポケモンでスターダーに挑む、そういう感じ。ちょっと待って、じゃあ準備しないと。ゴロリ、ラムネ、ヌオウじゃない方がいいな。きなこがいい。よし、レベル的に多分この辺が無難な気がする。よし、じゃあ行きますか。戦闘から3匹までのポケモンでスターダーに挑みますがよろしいですか。はい、よろしくお願いします。来た、カーンだって。おー、なんかすごい音がする。パネルケさん一緒に来てくれてる。ほら、ゴロリ出てきた。アヤノン気をつけろ。スターダンは特殊な勝負を好む。その名も、ダンラッシュ。レッツゴー R をスローガンに、複数のポケモンを同時に戦わせるんだ。R ボタンをするの？体力が減ったら俺のところまで戻ってきな。回復してくれるの、ネルケさん。ありがとう。下っ端たちも何かの設備で回復してるらしい。用心しろよ。わかりました。ピーガガガガガガガ。何者かが身の程をわきまえず、アジトに勝ち込んできました。スター団の恐ろしさを思い知らせて追い出してやりましょう。10分以内に俺たちのポケモンを30匹倒せたら、ボスがお会いになってくれるかもな。30匹倒せばいいね。30匹倒せ。3、2、1、ゴー！来た！レッツゴー！レッツゴー！いいよいいよ。30匹。まだでもどこにいる。あ、こっちね。来た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 。はいはい、レッツゴー、レッツゴー、頑張って。いいよ、頑張れ頑張れ。よしよしよし。こっちは、あ、出てきた出てきた。コロリ行け。はい、いけいけー。今9匹。いいよ、いっぱいいるいっぱいいる。ほい。そうか、ボールに戻して出すっていうのをしたらいいのね。いいよ、順調です。はい、スタンプ
よ。倒してる倒してる。今16匹あと半分。来た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 。はいゴロリ、いいよ。はいはい、頑張れ頑張れ。いいよ、順調順調。まだ8分もあるから、ゆっくりゆっくり慎重にね。みんなこナイス。よし、なるほど、左側に出てるやつは出せるよっていう合図か。あと4匹いたいた、闇カラスが来ります。いけいけ、頑張れ頑張れ。いいよ、ナイス。あと1匹か。フィニッシュ、31匹倒しました。ナイス、まだ戦ってくれてる俺たちじゃかなわない、ボスを呼んでくるんだ。よしよし、来たボス。え、なにこの車、やば、かっこいい。白組のボスだって言ってたね。 DJ っぽい感じのやつしてる。白組ピーニャさん、はじめましてピーニャさん。ド派手にやってくれるじゃん、新入社ことあやのんくん。僕はピーニャ AKA DJ 悪事。まあ好きな方呼んで。早速だけどここで潰れてよ、レクイエム流すからさ。さあパーティーはスタンバイ、永遠にチルアウトさせてやるよ。対戦よろしくお願いします。よし、来た、負けませんよ、 DJ するんだね。よし、ピーナさんよろしく、頑張ろうゴロリー、負けないよ。スターダーに喧嘩売るなんて君ってマジ命知らずだよ。そんなことないよ。よし、頑張ろう。いけゴロリ、噛み尽くす、噛み尽くすじゃない、焼き尽くす。ナイス、よしよし、一発一発、いいよいいよ。ブロロームって何、待って、ブロロームって何。僕のライブはこっからさ、 BPM 上げてくからさ。え、待って、ブロロームってもしかして今その乗ってる、え、待って、これポケモンなの待って、これポケモンなんですか。ちょっとわからないけど、ちょっと焼き尽くするか。ダークアクセル、やばい、大丈夫大丈夫、あんまり効いてない。触りは OK、 飛ばしていくよ侵入者。待って、これポケモンなの、これポケモン図鑑に登録できるの。ポケモンではない、もしかして。焼き尽くす、あんまりでも効かないな。でもいける、バークアウト、くっ、大丈夫、当たらない、ナイス、焼き尽くす。よし、じわじわ減らしてるよ、大丈夫。ダブルアクセル、やばい、結構減らしてくる、きついぞ。こんな、でもこういうポケモンってどこにいるんだろう。でも何かにこう、なんだろう、ロトムみたいにさ変形してるって可能性もあるよね。特防が下がっちゃった、いけいけ、ナイス。ちょっとしんどいからポケモン変えるか。あ、ここはでも6体全員いけるんだ。よし、ラムネにしよう。コロリありがとう。じゃあ残るはラムネよろしくね。いけ、ラムネ、よし行きましょう。金属を、やばい、嫌な音させてる。欲望が下がりました。よし、じゃあ行きましょう。じゃれつく、いや先に向こうの方が早かった。めちゃめちゃ特防下がってる。じゃれつく、おお、いいぞ、めっちゃ効果抜群じゃん。じゃあもう一丁いくか。スピードスター、大丈夫、耐えて。じゃれつく、ナイス、いいよ。 BGM めっちゃかっこいい。そう、もう車が炎じゃないけど煙を上げてる。勝った、あ、やったー、勝った、ナイス。まあこんなもんかな。あー、なんか悲しい顔してる。1年と数ヶ月前、まあこんなもんかな。どうしたのピーニャ、マジボスに相談されたことがだいぶまとまってきたんだよ。
相談？なんのだよ。まず、スター大作戦のこと。あとは、ダンの掟だね。最近仲間増えてるじゃん？だから、ルールっていうか、掟が必要って話になってさ。ピーニャくんならいいの思いつくんじゃない？いや、それ超プレッシャーだし、僕が反感買った理由は、生徒会長をしてたから、知ってるでしょ？バチバチに、うざ校則作って生徒の反感買いまくったもんな。すぐ違うやつに交代した。同意でござる。襟足の長さは3センチまでと、正直うざさの極みでござった。だったっしょ？だから僕が掟とか向いてるはずがないんだよ。でもさ、団員の面倒を見るのって大体ピーニャな。みんなピーニャくんを頼りにしてるし信頼してるよ。今のピーニャが考えてる掟だったら、俺も聞いてもいいと思うぜ。同意。はいはい、分かったよ。やるよ、やりますよって。団の掟。やれることは十分やってよね。自分で作った掟だし、潔く団を去るよ。あ、ピーニャさんがその去るのを作ったのか。ボスの証、団バッジ、もらってくれる？はい、もらいますけど。これは、仲直りというか、ついでに生かした技も持ってきなよ。なんかすごい、悲しいというか、しんみりしちゃう。イカ様。相手の力を利用する、戦っている相手の攻撃が高いほどダメージが上がる。ああ、これでパーティーもエンドか。それにしても君のポケモンみんなヤバすぎっしょ。それってアカデミーで習ったの？覚えさせた技とか、育て方とか。違うよ。君ってアカデミーにいて楽しかったりするの？楽しい。へぇ、あ、ネルキさんや。あんたがピーニャか。生かした髪型の飛び入りゲスト？ポケモンの技だと、ダメ押し的な？あんたと少し話がしたい。なんか面倒そうだけど暇になっちゃったしオッケーだよ。わかった。ストレートに聞こう。このままだとあんたたち全員退学処分になるんだろ？なぜスター団を解散してアカデミーに行かないんだ？そこ聞いちゃう？僕らは釣りを待ってるだけ。帰ってくるかわかんないけど。釣れ、大事な仲間か？スター団で一番強いボスさ。トレーナーで言うトップチャンピオン的な？みんなで団を作ろうって誘ってくれたマジボスって人。そのマジボスは今どこに？それが分かれば苦労しないよ。1年半ぐらい連絡もつかないしさ。スター団を辞めずにいたら連絡来るかもって思ってたけどね。先生たちは団を辞めろってうるさいし、君らみたいの出てくるし。そっか、お友達を待ってるんだね。むしろ見捨てられちゃったか、マジボス団解散したがってたし。マジボスやスター団がそんなに大切なのか？そんなの当たり前っしょ。アカデミー的に言うと宝。お友達は宝だもんね。いいお話や。よし、出てきた。トトロトロトロト。ショーペアさん？あやの、ピーニャからボスの証、団バッジをもらったようだな。もらいました。ふむ、確かに。これでボスがいなくなったチームセギンは崩壊寸前だ。ピーニャ。すまない、少し考え事をしていた。約束の報酬だ。あやののスマホに。リーグペイをチャージしておこう。ありがとう。5000円ももらっちゃうの？ありがとうございます。技マシンマシンで作れる技マシンの種類が増えた。あやのんが技マシンマシンで作れる技マシンを増やしておいた。作れるようになった技マシンでポケモンをさらに強化できるはず。本当にいい仕事ぶりだった。追加報酬として技マシン作成に必要な材料も報酬班から受け取ってくれ。報酬班って何？どうも。報酬班のボタン。覚えてないと思うけど、拷問の前で助けてもらった。覚えてる。君がそうなの？あ、そうなん？うちも課外授業の宝探しってことで、手伝ってる。うち機械とかハッキングとか得意だから、裏方ないよ。で、これカシオペアからの追加報酬。ありがとう。落とし物たくさんもらった。それでわさマシンいっぱい作れるでしょ？アジトを攻略して、スター団を減らすごとに報酬くれるんだって。
なんかすごかったらしいの、レッツゴーで戦わせるの。そんだけ強いならきっと大丈夫。ボスは残り4人。頑張ってね。めっちゃ詳しい。かわいい手の振り方が。でもなんで、スターダスト大作戦のことを知ってたんだろう。